さあ皆さん、新年一発目、雨ですね、今日も。じゃあちょっと入っていきましょうか。こんにちは。かっこいいな、このライター。すいません、何にしてあるんですか？あ、このライターかっこいいなと思って、はいはい、ちょっと、絵描きたくなって、絵。あ、ここ古着屋じゃなかった。あ、一応古着屋なんですけれども、はいはい、オリジナルのライターを作りました。ぜひ皆さん税込み390円、ちょっとお高いですが、はい、意味のある面白いライター販売しておりますので、はい、お待ちしております。はい、ということで今回は、はい、ちょっと僕が企画を持ってきたんですが、おこの前僕ジマーシーチャンネルを、うん、ちょっと過去の動画を結構振り返って見てたんですよ。ほうほう。結構面白かったんで、なんかその当時の裏話とか、うんうん、そういうのも含めてなんかマーシー君と一緒に動画を見たら面白いんじゃないかと、お、なるほど、思いまして、うん、僕が動画を今までまとめたやつを作ってきたので、うわ、偉い、素晴らしい、はい、それができたのが4月29ですけど、うん、そのちょっと前ぐらいから2022年を振り返る動画までの動画をちょっとまとめてきたので、マジか、はい、ちょっと一緒に見ていきましょう。いや、見ていこう。はい、上手に編集した。まあちょっと頑張ったは頑張ったですけど、多分ちょっと不慣れなとこがあると思うんで、そこはちょっと甘めに見てください。うん、はい、ということで見ていきますか。見ていきますか。はい、マーシーチャンネル。さあ、ガクが作ってくれたチャンネルマーシーを、はい、見返した動画見ていきますか。はい、僕もどんな感じになってるんかほんま知らんので、うん、それを見返して裏話話してまいりますか。はい、はい、マジです。どうも、かくです。よいしょ、始まりました。夏いな、懐かしいです ね、 ですね。ジャム時代、そうですね。学が若いな、すごい。確かに服装も含めて若いですね。今日は何をやっていくか、ジャムまだ勤めてる時でしたっけ。勤めてる、勤めてる時か。コーディネート対決やっていきたいと思います。ガミさんの許可得ずに。あ、そうや、そうや、後日伝えての勝手に動画撮っていいですか。それを待ち行く素敵な女性たちに行って、タケルがカメラマンしてるんですね。そう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 、営業終わりな。そうですね。ということでね、いや、これきつかったよな、マジで。これマジできつかった。めっちゃ寒い、寒いし、女の子に声かけるのも緊張するし、コーディネートどっちがいいのか、これは二度とやりたくない。二度とやらない。これが一番大変だったな。ガクが11票で、俺これ負けたいっす。これ多分一番最初っすよね。一番最初ね。はい、あ、次2回目やね。そうですね、2回目決まりました。この後もすぐこ、すぐにこれやってるんですよね。そうやな、すぐ、うん、セブンデイズ。どっちが21歳遊戯デートにふさわしいでしょうか。遊戯デート対決、うん、そうでだったらガク君のが好きだけど、遊戯コメントがラフナだったらマーシーのがいいかもしれない。というと買ったけど、なんかな、これ買った感じがすごかった。確かに、ヒカル君がすごい優しかった。僕にも気ぃつけ、買ってくれた気がした。じゃあ皆さん、出た、コテージまた行きたいな。行きたいっすね。これは多分俺の誕生日前ですよね。そうやな、3月。そっか、ジャムもうみんな辞めてるやん、この時期。ガクだけ辞めてなかったのかな。あ、俺だけまだ辞めてなかったか。そう、そっかそっか、ギリまだギリギリやな。これめっちゃ好きなんですよ。いや、ほんまやな。やつい、うん、俺も編集しとったけど全部覚えてるな。うん、ガクの左曲がるところ上手だった。ガクの運転免許証持ってないいじりね。こんだけからずっと言ってたんですね。それも嫌だ。ほんまに来た時知らんぞ。確か代わりに運転してた。ね、難しいですね。こういう動画これ序盤後の方煙でも生しく何も見えてない。間違えない。ああ、ええな。完璧ね、俺も。皆さん、3月はマジですか。川本ガク君、これほんまに予想してなかった。マジわからんかった。あ、ほんまに。この時ちょっと酔っ払ったんで。あ、そうやな、そう。リアクション高いですね。おめでとうございます。ないから完璧やったんで。はい、ということでね、伝説と行きたいと思います。あ、伝説の動画や。そうですね。伝説のチャンネル回し一番バズってる動画。ガクの最寄りは。まあまあ、住むとかこんぐらいがちょうど調子いいです。住めば都。知ってます？これね、ずっと未だに言われるんですよ。無事、住めば都ですから。終了いたしました。お店の初期ですね。いやな、めっちゃ広いな、こう見たら。確かに。外が
これ僕いなかったこんな感じでおらんかった商店街沿いに、うん、ひたすら準備しとある感じで8、9、10、11でポップアップやってたんですけど、うん、その商材だけまあ持ってきてはいるんですけど、知り合いの子が塗装業で働いてて、その子が手伝ってくれるということでね素人なんですけれどもすごいですね壁とか見ていただいて4月の最初の辺ですか前がいやな、16とかそのぐらいなめちゃくちゃ汚れてるんですけどうわ、夏ね、シレット勇気に、うん、うわ、夏ね、うん今じゃ壁は黒になってますから、ね、間違いないです。うわ、出た。声やばいな。声やばいっすよね。さっき起きました。これなんで俺こんなやばいんやろ声。今11時過ぎか。あ、多分12時ぐらいに家を出ます。ガクって顔変わりやすいな。なんか変わってます。うん。なんかジャムの時とまた違う。ええよな、この画角。いや、この、なんか、20分ぐらいやったけどね、これ。ちょっとやばい。これも未だに言われる。今日はちょっと結構早く服が選び終わった。このサングラスなくして。ああ、そうなんや。落としました。どこで余ったんすけど、そうなんや。いつも大体こんな感じです。古着屋店員のクローゼット紹介したら面白い、ね、前の家ですそうやな、大手橋の数々の方が来たんです、ね、大丈夫ですかいやもう絶対肩なんで確かに来 た, 来た俺もよく泊まりに行きましたねこの家でねこれこれこれで大体みんな知ってるやろうな俺っち、うん、ずっと毎日見てるし、うん、どうしようもんで、はいね、よろしく紹介していきましょう、はいチェックイワヘッドの、うん、そうこのジャケシャがすごい有名なんですよビースティのこの文字がイエローだったりとかビースティはね今の家でも飾っておりますねこれは、うん、緑着色がついてるから、うん、でもブートのアイテムとかめっちゃあるんやけど、うん、これがまあヘインズの 19th ボディシングル好きなんですよ、ね、でバックスタイルもビースティーズ怖いな思っためっちゃ可愛いよね無事セットが完了しました8時半にね、これめっちゃ最寄り駅に着くということで、今から学校を持ってきたいと思います。まあ見えますかね、全体のスタイリング。まあ先ほどお伝えしていた通り、この B2 にサングラスに、僕が中学生時代に使っていたウォレットチェーン。来た。今日は違いない。あれがあってのおもろい。ほんまにゆるく撮っていきましょう。そうですね。うん。雨予報だったの。ぐらいのします、ね。ありましたね。でも俺これ知り合いとこの動画見よって額パーマ当てとる方がかっこええって言うから。あ、ほんまっすか。ここはどこですか。額はあんまり気分じゃなくなってパーマ当てた。久しぶりに来ました俺。また出たら。俺もマジで久しぶりよ。ね、あの。ガラガラのタイプこれマジ再生回数してんちょっとね悪いことしてないな俺らの中ではめっちゃいいけどまああんまり伸びとらここで負けたら後がないですがいかがでしょうかだいぶカットしてる一方松橋選手どうですかねこの前の下りとかもすごい面白いな、ね、いやなそしたら見合って見合ってはっきょーい残ったこれ今年もせないかんねいやまあ確かにそうですね俺は全然やる気じゃなかった今までいないぐらい長いぞあれこれちょっと流すの嫌やったんですよ、ね、よくここ切り抜いたなって思った俺も誰にも勝ってないです誰にも勝ってないですいやまあまあまあ学選手あの数時間前の発言覚えてます数時間前の発言相撲だったら誰にも負けないですあれ女の子なんで来てください今日はですねアンサー動画になってそうこの後あの動画で僕とガクが一番これが初めてじゃないですか内容を切り抜いてそれでなんか文句を言ってる YouTuber が来てどうでもいいんですよ正直どうでもいいけどなんかすごい煽ってましたけど動画見返してマジでなあ僕も正直見たことないんですけど急に煽られて YouTube のコメントでセカストといえばみたいな言ってて、まあ、ちょろっと見たときに、その、90sって普通言うのに90sって言ってるところだけ僕知ってたんです。なんか、勝負しようよみたいな。言ってくれてたんです。まあ、忙しいんで、相手戦とこうかなと思ったんですけど、なんか結構みんな、見たい見たいみたいなコメントしてくれてたんで、みんなが見たいなら相手しようかなと思います。
怒ってるとかじゃないんですけど、なんかかわいそうだなっていう感じで今回やってあげよう。基本なんか無視するけど、皆さんこれは楽しみにしておいてください。古着 YouTuber なんで、まあ古着で戦ってみようと思います。この動画を見たらぜひ、なんか送ってくれればいいかなと思っております。皆さんぜひお楽しみに。前編がもう流れてると思うんですけど、今日、まあ、僕の動画で撮るよっていうことで、例の彼とコーディネート対決をやるんですけど、これの顔が面白いんですよ。お前悪いな悪いな。めっちゃ決めてるからな。顔が面白いんですよ。ええなぁ、難しいですね、これ。え、懐かしいね。このパンツやっぱええなぁ。かっこいいっすよね。うん。この結局マーシー君圧勝でしたもん。まあそうやな。まあそりゃそうやろうって感じだったけどな、正直。ディグ太郎がよかったら D。うん。やりましょう。はい、期限とかも置けますか。そうやな。雰囲気違いますよね。うん、でも絶対噛み上げとる方がいいと思う。金額が上がるんで。やりましょう。やりましょう。ですね。20歳からずっとこの髪の長さなんですけれども。おお、シンゴのところか。思いまして。僕がめったに来ない青山にやってまいりました。青山行きに来られるなってですね。金豪徳寺店をお店からよくそこに来てくれる美容師の男の子でして、引くよなこの髪の開業祝いということで、ちょっと髪を切りにこの長さなんですけれども、どんぐらいの長さにしようかなってちょっと曖昧なんですけど、まあ結構バツンと切ろうかなと。登場するんやチャラいからなめちゃーしー今待ったな。なんかシンゴくんすぐ慣れてない感じが、いやちょっと緊張してるね。 YouTube そうね、スタンドでフリーランスで美容師してます、山口シンゴです。モテサンドで美容師やってますって言いたいな、ね、そうナンパで使うやつだね今も使ってるんやろうなきっとということで、めちゃくちゃ短っ、ね、今はだいぶ伸びましたもんね。伸びたね、やばいよマジで、俺こんな短髪にすんの、ね、久しぶり。軽いんよだとね、わかるかな、もうシンゴにセットしてもらわなこんな上手にならんのね。いやでもやっぱシンゴ上手いな、セット。うん、こんな感じで。はい、俺ヘルメットバイクかぶるけすぐ止めるめちゃくちゃかっこいい髪型にしていただきました、うん、ありがとうございます、うん。どうもどうも、マッシュです。何やこれ、始まりました。マッシュか、マッシュにやってまいりました。うん、来たのはかなり久しぶりテントですね、なんですけれども、この時間が12時オープンらしいんですけど、そのオープン前にちょっと見させてくれるということなので、いつやろう、最近っすもんね。けど割と最近のような気がするの、珍しいっすね。マッシュくんないというか、まあ、レムパンツ、レムパンツね。これ実家に置いてるまんまでまだ届けてくれてないんや。これ実家にあるんです、ね。実家にある。最近僕デスノート。レムっぽい。見よったなデスノート。レムってわかる。白のだけじゃわかりません。このレイオンのシャツですね。ちょっとレイオンのシャツ着てみます。はい、見返してたやっぱこのレイオンのシャツ。いやーかっこええな。めっちゃサイズぴったりじゃないですか。チーズタウンクラフトやったっけ。うん。なんか売り切れちゃってるみたいんですけど。いやーそうだよ、ね、うん、世界機械グッズ店長さんつってあれね、ボタン全部残ってるで、しかもタンクラフトでしょ。タンクラフトやばいな、買っとけばよかったね、間違いない。プレゼント交換したいと思います。おー、もうこれ最近最近やな、うん、動画っすよね。2つあるんですよ。そうそう、これこちらです。そこにある。だからメジャーでそこあるけど。ハバネロ。これは僕の前のバイト先のボス。いやすごいよな、なんで持ってんねん。よくないっすよね。怒られそうやもん。なんかそのハードルの上げ方不安やな。こちらです。帰れよ。地元持って帰るって言ったら持って帰らんやん。使う時にクリスマスプレゼント。タイミングで。こちらのコートでございます。俺このコートめっちゃ着てます。せやな、着てくれとるな。買わへんので、まあコートやろうかなと思って。まあじゃあ俺より学生じゃな。ガチでクリスマスプレゼントね。一回の行事。それでクリスマスは違いだよ。どうもマシです。ジです。はい、始まりました。最後ですね、今日はですね、年末年始、今年1年間を振り返ってどうだったかっていうのを語り合う動画でございます。はい、今年は特に
なんか新しいことにチャレンジ。確かに確かに、うん、いやでも結構前に感じる。いやそうですね、なんかいろんなことも経験しました。2週間もやってこなかったそうやな、と思いろいろやりましたし、確かに最近な年でした。動画もな、入りはもう学とほぼ一緒なんですけど、まあ、スタートが4月。どうやったね、去年は。そうですね。物件を探すっていうのが一番、振り取って大変。交付、はありますか？僕ね、明確なものが一つ。おぉ、気になるな。これは絶対に。免許を取りたい。言ってるな、トランプな。ああ、ええやん、ええやん。まさしく。今年に引き続きなんですけど、まあいろんなことにもちろん挑戦していきたいかな。そうやな。今年によりね、2023年はしていこうかなと思うんですけど、明確に言うとしたら、ちょっと県外に出てポップアップを絶対しようかなと思っております。うんうね、もうこういった YouTube で楽しみや。もう逃げられないんで。これはすごい楽しみです、うん。今年で言ったら店オープン、去年で言ったら点々と都内でポップアップ。じゃあ今年はって言われたら、まあ県外。行ってみて、旅行も行けんやんか、なかなか。なんかコンセプトとしてはやっぱ楽しみながら仕事をしたいって、僕は。来年の、ええな、なんかこうやって振り返ったら考えがまとまるな。そういえばああやって考えとったな。2022年もゆるく2人で頑張っていけたのも、普段からよく見てくださってる視聴者様のおかげなんで、はい、2023年も2人で頑張ってまいりますので、ついてきてください。お願いします。それではまた、よいでしょう。マーシーチャンネル。おー、以上ですね。いや、ええね。うん。初めてやん、こんなの見返したんや。そうですね。うん。うん。互いの体の変化をすごい感じたな。確かに。額で言ったら、すごい、顔の肉付きが変わっとったな。いや、ですし、髪の毛も伸びてるし。そうやな。うん、雰囲気だいぶ変わりましたね。変わるね。うん。マシ君も髪の毛だいぶ切ったじゃないですか。まあ、そやな、うん。確かに。一番変わっとるかもしれん。今やもうこの長さに慣れとるけど、うん、逆にもっと短かったんやって思ったもん、今。確かに確かに。髪切った瞬間見たら。楽、うん、の中で、この振り返ってみて名シーンはありますか？俺はまあ、相撲はまあもちろんですけど、俺結構あの、タケルと俺がなんか、ビール飲んだ後に。あー、ツアーか。あれも結構好きですよ。確かにな、うん、あれは緩い感じの動画ええけど、そうそう、毎回伸びとらん。まあ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 、確かに確かに。これもね、ガクが急に思いついてくれた動画なんですけれども、なかなかね、僕発信でこれはやろうとは思わなかった企画ではあるんですけど、うん、これも全部ガクが初めての YouTube を編集してくれたんですけど、うん、この動画がすごい好評であればこれからガクに編集してもらおうかなと思っております。無理ですよ、僕がカットしただけなんで、元の動画ね、繋げてるだけなんで、まあ、確かに確かに、まあ年一ですね、この僕すごい時間もかかっちゃったんで。かかるよな。そうです、来年は。そうですね、半年に1回ぐらいのスパンでやれ、やれればいいですね。確かに確かに、ディグ太郎との思い出も思い出せましたし。そうですね、やっぱ去年で僕の中で言ったら、あの動画が一番なんか初 YouTuber 同士のコラボだったんで、うんうんうん、すごいなんか視聴者さん的にも、ああ、マーシーコラボするんやって感じだったとは思うんですけれども、うん、まあ今年は誰とコラボするかわかんないですけれども、うん、まあね。そういうのもやっていきたいですね、うん。うん。こういった振り返った動画、よかったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価、コメントの方、よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた、See you!ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラム、チェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。See you!